こんにちは、おーチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月も下旬になり、これからどんどん秋になっていくかと思いますが、まだ暑い日が続いてますね。前回トミカ動画で上げた時にですね、コメント欄にワイルドスピードのトミカ紹介してほしいということだったので、今動画も公開されて話題となっておりますワイルドスピードのトミカを、紹介していきたいと思います。今ですね、4周年まで限定でマジョレットがなんかコラボ商品として出てるようなんですが、私ちょっと映画の方を見ておりませんので、ちょっと入手ができてないんですが、今回はトミカだけ紹介させていただきたいと思います。紹介させていただくのはこちら、ドリームトミカナンバー148番、ワイドスピードスープラと、こちらですね、こちらも同じくドリームトミカ、読み方がわからないんですが F9 ですかね、ザ・ファースト、サガワイルドスピードジュアルスープラとなっています。こちらがなんか今回の映画に登場する車両のトミカなのです。ではまずこちらの、昔の作品に登場した方の車両を紹介していきたいと思います。外箱の正面はこんな感じです。で、上ですね、下はまあ警告文とかですね。で、側面がこんな感じですね。反対の面も同じです。では開けてみたいと思います。こんな感じですね。まず正面ですね、まあ、レンジがベースとなっていて、こちら黒の、まあ、ペイントといいますか、造形もちゃんと彫ってあるような形でなっております。側面です。ラッピングがかなり緑色の、ド派手なカラーリングが見えますね。で、反対の側面ね。反対の側面も大体同じような感じでしょうかね。で、後ろです。こんな感じになってます。で、上からですが、こちらオープンカーとなっていて、中の様子がかなり見やすくなっているのと、後ろの、部分ですね、後ろの部分がかなり見るでしょうか。ちゃんと色差しとかがしてあって、かなり細かくできていて、よくできていると思います。裏面がこちらですね。ちょっと見づらいですが、こんな感じになっていて、専用の金型なのか、特に、元となったやつの品番とかは書いてないですね。サスペンション機能がついてます。では続いてこちら新しい方のリアルスーパーの方を紹介していきます。正面はこんな感じですね。で、箱の上の方はこんな感じです。で、背面はバーコードとかですね。で、側面がこんな感じです。では解凍していきます。リアルスープラの方は結構角の部分が多くなっている、前面の仕様となっていますね。こんな感じで、あとエンブレムも入ってますね。側面はこんな感じで、
イプほどの、ド派手さのがないですね。緑色の、ラッピングが入っているということはなくて、落ち着いた感じになってますね。表面はこんな感じです。例えばこんな感じで、上からはこんな感じです。結構元の、サッシそのまんまといった形でしょうか。リムックがサスペンションにつながっていきます。で、裏面ですが、こちらベースとなった車両が、あるようで、ナンバー117番2019年の、トヨタ GR スープラとなっています。こちらですね、最後並べまして、はい、皆さんはね、どちらがお好みでしょうか。新しい方と古い方、基本的には、新しい方がなんかシンプルで好きかなといった感じです。では今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。 Twitter の方もやってますので、鉄道好きの埼玉県民のアカウントで探してみてください。また YouTube の、 概要のところにも Twitter のリンク貼ってありますので、そちらもからでも、撮れますので、ぜひぜひご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。